密運、窓か悟る11月16日数定15年7月7日は、中国の民末の臨済州天道派の前奏。属性は小、法意名は窓か悟る、号は密運。上州府技高研の出身。非印通り姿の死であり人間隆起の塩置きにあたる。父は小朝日、母は藩士。8歳で念仏を唱えたという。 主食に溺れ16歳で再退。29歳で出家を決意し妻を捨て、万歴23年正月に、剣親寺の幻優聖殿について出家した。その後、幻優に従って、隆治さん、右門全院に従した。万歴30年、幻優が遠京に移るもそのまま泊まり会員を託された。万歴31年、38歳にして、同館さんに手対護する。 40歳の時幻ゆにまみえるため遠鏡の不祥事に赴き2年間過ごす。その後、京山、天台山、隆地山など各地を巡り、周回文古寺、東望霊、王春華奈らと問答を繰り返す内回答に報道が広まった。万歴36年、将校の森西安に移り、万歴38年、 幻優が竜地山に戻ると翌年訪ね、四十六歳の時幻優より、不法される。万歴十二年、幻優が自弱。これより三年間その棺に随従し、万歴十四年十二月、遺骨を墓に収めた。翌年、州に壊れて、竜地山、右門全員にて改道した。天型元年十二月、京路、高額に行き、天型二年十二月に、 天台山通元寺に従した。天慶四年五月、金もみ山広し栄寺に、広山、殿堂などの整備を進め、大前林とした。数定三年三月に、大幕山の十字となるが、八月には、金もみ山広し栄寺に帰り、数定四年二月に、愛久王寺に移り、四月天道山慶徳寺の十字となった。ここでも後輩した寺院を復興思想が運修した。 数定15年、天台山通源寺に戻り、同年7月に、結果不座のまま自弱した。横飛ぶき77、頻度折姿ら12名に死亡した。ありがとうございます。